引き上げるんじゃない、振り落とすんだ。はい、八神慎吾です。千葉県立山市でハリキュー整体院なごみ体見直しところの院長をしております。このチャンネルでは肩こりや腰痛など、体の症状を自分で改善するための知識や、ストレッチ、トレーニング、ダイエット、スポーツなど安全に行えるための方法をご紹介しておりますので、チャンネル登録をお願いいたします。はい、というわけで本日のテーマは、足を速くするために必要な反発力を身につけるトレーニングをご紹介したいと思います。いいね、ということで、はい、和田健一さんのですね、走り革命理論を、学んで、日々ですね、宿題に、明け暮れております。娘たちとですね、毎朝やっているんですけれども、今ですね、1ヶ月以上、経過しました。で、まだですね、和田さんから1回しか教えてもらってないので、足を速くするための基礎中の基礎、まあ、基礎の木の字ぐらいしか教わってないんですけれども、その中でこう足を速くするために必要な要素の鍛え方ポイントがですね、一つ分かってきたので、これをね、皆様とシェアしていきたいなと思います。はい、まずですね、和田さんから教わったですね、足が速い人と速くない人の違い、一番決定的な、違いが3つポイントとしてありました。まず1つ目ですね、足を上げた時のももの位置ですね。ももの位置がお尻の位置まで上がっているかどうか、分かります？よく多いのはこの辺で止まっちゃうと、あんま上がってない人が多い。でしっかりここまで上がってるかどうかっていうのが、まずポイントの1つ目。そして2つ目ですね、上げた時のつま先ですね。つま先ブランブランってしてるんじゃなくて、上にちゃんと上がってるかと、これがですね、ポイントの2つ目になります。そして3つ目がこの時の姿勢ですね。姿勢が後ろに反ってないか前に行っていないかと、しっかりとまっすぐ立てているかっていうのがポイントの3つとして挙げられていました。この3つのね、ポイントを作るために宿題をね、3つ出されてるんですよ。1つ目が、今やったこのもも上げのキープですね。キープを、10秒間、これを片方10秒間こうやってやっていきます。これが、宿題1つで、2つ目はこう5回ケンケンしたら足を変えると、これを繰り返すと、これが宿題2つ目で、3つ目はですね、まあ、もうちょっと長い距離なんですけど、手を上げて、上げた状態で今の、足の上がり方とかを意識しながら走ると、これを、宿題3つ出されています。で、この3つのポイントですね、重要な筋肉がありますね。足をですね、1つ目は足を引き上げるために必要な股関節を屈曲させる腸腰筋っていう、ここですね、ここの筋肉が1つ目で、2つ目はですね、足首をこう上に上げる、ここにあるすねの筋肉、前脛骨筋が2つ目で、3つ目はですね、姿勢をしっかりと安定固定できる体幹の筋肉、この3つになるんですけれども、今回はですね、このポイント1ですね、ももを上げるっていうところに、深掘りしていきたいなと思います。もも上げで重要になる筋肉は腸腰筋と言いましたよね。腸腰筋ってね、ここの本当腰椎、もうこっちですよ、この骨のこの辺からブーンってこの辺についてくる、こう太い筋肉なんですけど、これが股関節を曲げると、こういう屈曲とかで、こっちがこうでしたらこうやって、まあ、こっちにお辞儀するときに使うんですけれども、この筋肉になるんですけれども、これはですね、まあ、ももを上げるときに一番、大事な筋肉になるんですけれども、ここを使って足を引き上げるっていうのが大事になるんですけど、ここに、ね、落とし穴があるんですよ。実際に走るときに足を引き上げるってことを意識すると、体のバネをうまく使えなくて躍動感が出ない。つまりですね、腸腰筋を意識すると、こう足をこうやって上げるってことを意識すると良くないんですよ。なんじゃそれってどういうことやねんって話なんですけど、実際どうしたらいいのかということで言うとですね、足をですね、こう引き上げるっていうことをすると、筋肉で言うとこう収縮活動なんですよね。こう曲げるって力入れる、曲げるみたいな感じで思うんですけど、そうじゃなくて、実は引き上げるんじゃなくて蹴り落とした反発を使って上げると、この意識がすごく大事になります。
つまりこう床 の, あの地面の反発力を利用するんですけど、この蹴り落とした反発でこう上がる、結果的に上がる、結果的に上がる、結果的に上がると、はい、この意識は変えるだけ、やってる、なんか、なんですか、見た目は似てないですか、こうやって上げる、これは引き上げる意識ね、引き上げる意識、引き上げる意識、体の形は一緒かもしれない、じゃなくて、でも、これを反発で、反発でやると、躍動感が出てくると、はい、全くこう、引き上げるじゃなくて、蹴り落とすんで逆の動きになるので、ちょっとこう意識をしないと混乱しちゃうんですよね。でこれをもうちょっとじゃあデモンストレーションでここでその場で走りますんで、最初はじゃあももを上げるのを意識して頑張りますよ。いきますよ、よーさと、こんな感じですね、まあ、なんとなくこんな感じ、まあ、まだポイントをやらないけど、じゃあ逆にですよ、蹴り落とすを意識してやります。そうするとわかります、この走りだけでもちょっと躍動感が違う、なんとなくわかります、跳ねてる感じがすると。でポイントとしては、ポイントの3つ目の体の姿勢の位置が引き上げるにすると、どうしてもこっちに行きやすくなると、こう上げづらいんですよね、こうだったら上げやすいんですよね、こうじゃなくて落とすことで上げれる、はい、これをやると全く体の動きが変わってきます。でも見た目はなんとなく似てます、似ているから腸腰筋が大事っていうのも合ってるし、腸腰筋を鍛えた方がいいんだけれども、意識的に引き上げるよりも蹴り落とすっていうのを意識すると全然走りが変わってきます。こう感覚値としてですね、なんですかね、本人が一番分かると思います。なんか軽くなります、なんかポンっていった瞬間に進むのが全然変わってくるんですよね、これをですね意識してほしいなと思います。なので外から見えるものと実際に動かされているところ、意識しているところの置き方っていうんですかねに、違いがあるっていうことですね、はい。で、注意事項としてはこの動かし方って足首、ふくらはぎの筋肉ですね、あとは体幹がしっかりしていないとできないっていうのも事実になります。なので、ここを鍛えるおすすめのトレーニングを紹介したいなと思います。それがですね、縄跳びです。これです、この縄跳びをする時のポンポンポンって時の足首って固定してるんですよね、固定してそれが重力でビョンビョンビョンってたわむようになるんですけれども、そこの足首の作り方ができてくると、これがやった時にしっかりとつけれるようになってくるので、これをやっていくといいです。で、縄跳びをしていくと足首、体幹ともに鍛えてくることができますので、すごくおすすめになります。なのでこの縄跳びを和田さんから出された宿題、もも上げキープ、けんけん、片足けんけんで、5回で切り替え、そして手を上げて走るっていうのを、プラスして縄跳び、これをね1日5分でもいいのでやってみてほしいなと思います。久しぶりに行うとですね、想像以上にですね跳べないっす、で想像以上に疲れます、はい。ただやっていくとですね、1ヶ月ぐらいですかね、続けていくと変化が出てきます。なんですかね、バネ感というかですね、こう跳ねる感覚っていうのが分かっていきます。ぜひね続けてみてほしいなと思います。ほんと1日縄跳びで言えば5分で済みますし、和田さんの宿題も入れても全部で5分なんで10分以内で終わるかなと思いますんで、これを毎日やるだけでも全然変わってきますので、試してほしいなと思います。はい、というわけで本日はですね、足を速くするために必要な反発力を身につけるトレーニングについてお話しさせていただきました。これからも、ね、皆さんにとって有益な情報を発信してまいりますので、楽しみにしていてください。あなたの世界で人生がの勝負、さよなら。 YouTube チャンネル登録お願いします。 LINE アット登録お願いします。 LINE アットに登録すると YouTube の新着情報、イベント情報、ご相談、ご質問などができます。 LINE アット登録お願いします。